Thank you.
Thank you.
はい、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組、司会の本田道夫です。よろしくお願いします。ベートーベンの生誕250年、250周年とは言わないよね、生誕だから250年の、なんかということで徳差健吾くんのクラシックアワーをご覧いただきました。それでは早速ゲストのご紹介をしていきます。ゆり浦野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすごいかっこいいライブで、もうコメントたくさん来てましたよ。あ、本当ですか、うん、嬉しいです。ありがとうございます。いろんな人に拝見していただいて、渋いかっこいい、なんかあの声が綺麗とか、はい、なんかもうあのいっぱい来てました。 ありがとうございます。本当その通りで、本当に、はい、感無量ちょっとね、あの実はちょっとあの下に台を置いて、はい、そうなんです、バラしちゃったけど意外と小さいはよく言われますね。そうなんかあの写真見てるとあんまり気づかないんですけど、はいはい、小さいですよね。そうですね、153センチくらいなんで、ね、もう可愛くてありがとうございますびっくりしました。はい、でなんかあの今日は、たくさん曲やっていただいたんですけれども、はい、もうリリースされてる曲の中から、はい、やっていただいた感じですか。そうですね、今日の曲はほとんどリリースしている曲で、以前、自分でリリース、バンドキャンプリリースした最初のセルフィッシュ&アンカーっていうアルバムのセルフィッシュ&アンカーから、あと初めてバイナルリリースしたリードっていう楽曲と、あと昨年インダストリアル JP さんで作らせていただいたロッキーフィルターの曲などいろいろ混ぜてやってみました。ありがとうございます。はい、なんかごめんなさいごめんなさいね、いろいろそのあのレッドブルのイベントにも、はい、あのご出演されてるんですけれども、はい、レッドブルミュージックアカデミー の、はい、あのカラオケ、あ、はい、最近だ、一番近々だとそれが最近でしたかしら。そうですね、一番初めに出たのがそのカラオケ館のイベントで、一番最初、そうですね、一番最近だと、2,3 年前にスターフェスティバルで京都でスチールの思い出やってるやつがあるんですけど、はい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 、そちらの、企画で、トレーラーの中でシークレット DJ をやるっていうすごく面白い、はい、ゴーストセレクターズっていう名前で、その見るまで誰がやるかわからないっていう名目でやらせてもらったのが一番最近ですかね。あ、カラオケはちなみにどんな感じだったんですか。カラオケは本当に3畳くらいのカラオケボックスの中で、まあ、あの関西チーム的な感じで私と西方さんとドフビーツさんと、あの順番に演奏させてもらったんですけど、本当にそれも今日みたいに配信のライブで世界中の人が見てたんですごく反響があって、やってるこっちもやっぱりカラオケボックスの中でまさか自分がライブするなんて思ってもみなかったので、すごい面白い企画だなって思って、自分も楽しくやらせていただきました。すごいですよね、3人の、セット、はい、もうそのまま行った月っていうか、その置きっぱなしなんですか、入れ替え制なんですか。一応あの結局乗らなくて入れ替えました、やっぱり。やっぱそうですよね、はい、どうしたのかなと思ってて、すごいやっぱ大変ではありましたけど。そうですよね、はい、なんか、うん、みんなスタッフの人泣きそうになりながらやったのではなかろうかみたいな。そうですね、結構大変。あの新宿のカラオケ館、はい、何回やろ、上から下までとかでしたよね。そうですね、結構上から下までジャックしてやってたので、私もその間の時間にあの上とか行ったり下とか行ったりして見に行ってたんですけど、すごいなんかもう回ごとにいろんなアーティスト、いろんなジャンルのアーティストが出てて、すごい見応えもありましたし、配信の方もすごく見応えがあったんじゃないかなと思います。なんかよく思いつくなと思って、ね、すごいですよね、本当やる場所って本当にどこでもありなんやなっていう。なんかそう、あのやる場所で、はい、まあ、あのついでに聞くんですけれども、はい、なんかゆりさんはあの、いろんな、まあね、場所とこ、はい、拠点が大阪ですよね。そうですね、ベースは大阪です。もう大阪でもやり東京でもやり、はい、まあ、その他のね
日本中いろんなところでやって、呼ばれたらどこでも、はい、でまあ、海外でもやってらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、なんかミュージックシェアは割と関西、海外でもやる人がすごく多くって、はい、まあ、皆さんに聞いてるんですけど、うんうん、やっぱなんかその日本でライブやるときと、うん、その海外でライブやるときのなんか感じってなんか違ったりしますか？あ、そうですね、感じどうやろう、なんかお客さんで言うとやっぱり海外の方の方がすごく感情あらわにするというか、うん、めっちゃ踊ってるやん自分みたいなこっちから見てもすごくこう自分がこうお客さんに飲まれないように飲まれなるんじゃないかなってくらい感情をこうあらわにして踊ってくれる人とかもいるので、そういう時が多いんですけど、やっぱり日本の方が結構シャイな方が多いのか、誰かがこう先陣してよっしゃーってなったら、じゃあ私もみたいな感じになることがすごく多くて、なんかそういうところでなんかお国柄みたいのが出てくるのかなっていうのは思ったりもしますね。なんかそのオーガナイザーとかのその進行の仕方っていうか、そのとかなんか違いあったりします？そうですね、オーガナイザーさん、なんかこれって言ってなんやろ、特に何かあるわけではないんですけど、まあ、ちょっと外れるんですけど、やっぱり皆さんいい方が多いですね、すごくオーガナイザーさんとかやっぱりすごくリスペクトしてくださる方が多くて、やっぱ海外とか地方とか行くとご飯おいしいの食べたとか疲れてないかとかすごく心配してくださったり優しくしてくださる方が多くて、なんか音楽好きな人ってやっぱりいい人多いなって毎回感じますね、そういう時に。なるほど。なんかどんな国に行かれたりとか？いろいろ行ったんですけど、ライブをやったことがあるのがドイツとあとスコットランドで、スコットランド、はい、お友達が来るんだったらって企画してくれたんですけど、その時はもうカフェでやったんでちょっとこう緩めのセットだったんですけど、すごくこうその時もすごい終わった後に良かったよってわざわざ言いに来てくれる人とか、すごいそういう雰囲気の場所でもやってみたりすると、いつもやっぱりクラブとかライブハウスっていうところが多いんですけど、ちょっと違った実験的なセットとかもできるので楽しかったですね。なんか映像で屋上でやってるやつあったんですけど、 あれってどこなんですか？あれはベルリンです。あ、ベルリンなんだ、はい、ベルリンのウェディングっていう地域があるんですけど、すごいベルリンの空港に近いところで、あれも実は裏話をするとその日に決まって、その日にユリちょっとライブ撮ろうよみたいな話になって、そのカメラマンさんの人もじゃあ空いてるから行くよみたいな感じで来てくれて、そのルーフトップにの下に住んでる子がやってくれたんですけど、すごいいい場所があるからって言って、住んでる人の上でやったみたいな、そうなんです、そうなんです。そっか、住んでるアパートメントの屋上で、はい、なんかそういう企画があって、なんかきっちりこう決め込んでなんかやってんのかなって思ってたんですけど、実はもう当日に本当に決まって、でもすごく本当にそれでもめちゃくちゃしっかり作ってくれて、本当そんなんで決まってこんな綺麗になるんだって思って、すごくなんか、コミュニティの範囲強さとか景色も本当ね、たまたま夕方のすごい綺麗な空が撮れたりとかして、本当あれも私の中ですごくいい作品の一つで、すごいいい友達がいっぱいいて嬉しいなって思う一つの作品ですね、なんかもう人徳ですね。あ、そうです。本当にありがたい話で、なんかこれからその、こういうライブやってみたいな、みたいなってあったりします？そうですね、なんかやっぱり私野外が結構好きなのですけど、まあ野外とかあとまあいろんな場所にやっぱり行きたいですね、まあ、国内がまあベースが大阪なので国内がどうしても多いんですけど、まあライブしにまあその海外だったり地方だったり、まあその
野外って言ったらもう島とか自然の中とか、うん、まあなんかそのクラブライブハウスはまあメインでやるとしてもいろんなそういうロケーションでやってみたいなとか、うん、そういうちょっと違うインスピレーションでライブしてみたいなっていうのはすごくたくさんあります、うん、なんかこう音がねすごいいろんな音がコラージュされてるから結構いろんなその風景の中にマッチする感じありますよね、うん、ありがとうございます。素敵やなと思ってなんかすごい大自然の中でも聞いてみたいなってすごい思いました、うん、結構その旅先とかで、うん、あのフィールドレコーディングして帰ってきたりするんですけど それをこう曲にしたりとかもしてるのですごくなんかこう自然、まあ、電子音楽なんですけど、うん、結構実はオーガニックな音も混じってるみたいなオーガニックだったりするっていう、マジックがあったりします。そっかいいな。だからフィールドレコーディングだから今年はヨシ堀川さんとかも出ていただいたんですけど、あ、去年か、うん、去年だ。だって一番最初やもんね、はい、そうですよ ね新年ですよ確かに早いもので。そうそうそう早いよね。そうそうそう、ヨシさんもそうなんですよね。うん、うん、そうですよね。すごく撮ってらっしゃって、うん、いいなフィールドレコーディング。なんか楽しそう。すごい楽しいです。私もやってみたいな。あ、本当ですか。でも多分なんか、うん、こう人がやってんの見てんのが好きなのかもしれない。なんかゲームとかも、うん、なんか人がゲームやってんの見てたいみたいなタイプなんで。あ、めっちゃわかります。実況とかめっちゃ好きです。そう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 。そう、だから多分こうゆりちゃんとかが撮ってんのを見て、はい、でなんか作ってるとこをこうこっそり見たい。緊張しますねそれ。いやいや、でもそう普段はどういう形で、うん、どういう、まあ、部屋でね、はい、どんな感じで制作してはるんですか。そうですね、なんかプロセスはいろいろあるんですけど、うん、多いのは、まあ、一つこうさっき言ったようなんだったらあのサンプルがあってそれを土台にしてそこにこう肉付けしていくような形でドラムがついたりベースがついたりっていうこともあったりとか、あとまああの自分の声も入れるので、うん、メロディーが先だったりとかなんかこう一つ、そうですね、軸があって、うんうん、それに対してこう何をつけようかな、料理どうしていこうかなみたいな、人参入れようかじゃがいも入れようか、うん、塩で味付けしよう胡椒でしようかみたいな感じで曲を作ってます。なんか机っていうかその、はい、コンピューターの前とか、うん、まあ、楽器の前とか、はい、向かわないとできないっていう人と、うん、割とそのなんか自転車乗っててとか公園歩いてて、うんうん、浮かんだってなって、うん、こう携帯とかに録音して、はいはい、それを持って帰って形にするっていう人とか、はい、まあ、いろんなパターンいるんですけど、うん、どっちですか。割とフィールドレコーディングもするから、うんうんうん、後者なのかなっていう気もしつつ、でもどっちもですね。うん、結構その道端で思いつくことはすごく多くて、ただなんかこうきっちり形にしようって思うときはやっぱりどうしても家じゃないとできなくて、結構移動中とかに作る人とかいるじゃないですか。あ、いる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 、うん、あれ私ちょっとできないんですよ。あ、なんかもう移動中、うん、しんどいしも寝ようみたいな。一応パソコン持ってきたけどいや寝ようみたいな。るんや、パソコン開いたけど YouTube 見ようみたいな。そっか、うん、なりますね、うんうん、じゃあなんかその音 その録音し始めるのもキックからとかいう人とかもいるけど、はい、うん、そういうのも関係なく並べて、うん、もうバラバラバラってその並べていくんですか。うん、そうですね、まあ、うん、でも結構その肉付けしていく最初の段階はキックとかドラムが多いんですけど、うん、一番最初に何かこう軸を作るのは、まあ、結構バラバラですね、うん、ベースだったりメロディーだったり、うん、その他パーカッションだったりとかっていうのがですかね、うん、なんか鍵盤とか弾くんですか。あ、鍵盤はそうですね、一応ピアノを昔やってたんで、うん、そうなんですね、はい、うん、なんですけどちゃんとこう何か楽器をしよう入れようみたいのはあんまりなくって、でもなんか一つちょっと自分の中でハマってるのは、うん、そのフィールドレコーディングの中で撮った音で音階を作るみたいなのにハマってて、ピアノだったら調律してたらどの音弾いたらどの音が出るじゃないですか、うん、そうじゃなくて音聞いてその音をじゃあこれどの音にしよう、レの音っていうのを当てはめていって、うん、そこからこうメロディー作ったりとか、
あとまあメロディーじゃなくてもパーカッション作ったりとかっていう、うん、なんか違うものから違う音にするみたいなのに 今ちょっとハマってますね。なんか部屋はどんな感じなんですか？部屋はもう、うん、なんですかね、私の部屋どんな感じ？いやなんかもう機材みたいな、うん、そうですね、もう結構でかい机がドンって置いてあって、うんうんうん、パソコンがボンって置いてあって、うん、シンセがちょっと棚にポンポンポンって飾ってあって、うん、今日は何使おうかなみたいな、うーん、その日の気分で出してきて。そうですね、そのパターンが多いですかね。なんか一つのものをずっと使うというよりはそのパターンが多くて、あとはもうパソコンの中で作ってしまうこととか、まあそのサンプルのエディットとかもやっぱパソコンが多いので、パソコンベースでちょっと今日はこのシンセ使ってみようかな、うん、みたいな感じで気分で使い分けたりしています。うん、なんかその、小さい時にピアノやってたっておっしゃってたんですけど、うん、はい、その最近ちょっと忘れ気味やったんですけど、うん、はい、あの出てくれはる人みんなに聞いてて、はい、小さい頃、うん、まだその意識しないぐらいの時期に、うん、もうめっちゃちっちゃい時に、うん、家の中で、はい、なんか音楽流れてました？ああ、家の中で、うん、何かこう家の中じゃないんですけど、うん、毎週末うちの家族ドライブしてて、うん、ちっちゃい頃は、うん、その時にあの車の中で結構何アミンとかキロロとかマジでもうすごいその辺の J-POP、はい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 、お父さんがすごい好きで、うん、80年代90年代 J-POP みたいなのがずっと流れた記憶があって、結構それは染みついてますね。へー、うん、でもなんか今の作ってる音楽とかにの影響とかあんまなくないですか？ですかね、結構まあそのメロディーを作るっていうところではもしかしたらちょっと影響はあるのかもしれないですね。うん、うん、そっか、まあそうやね、まあ結構ポップなメロディーかもしれないですね。なんか難解ではないかもしれないですね。ちょっと確かに覚えやすいメロディーを作るのは好きかもしれないです。うん、そっか、でもアミとかは出てこないです、うん、確かにまあ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 、うん、そうですね。あ、でもそういう感じなんですね。はい、へえ、そっかそっか。なんかお気に入りのなんかその、はい、今この楽器が一番お気に入りだみたいなとかあります？自分が持ってる機材の中で。お気に入り、そうですね、今やっとその今日使ってたシンセがムーグの、うん、マダー32っていうシンセなんですけど、はい、あれの可愛らしい、はい、兄弟シンセみたいなディファムっていうドラムのシンサイザーがあって、うん、あれをすごい結構気に入ってて、うん、割とそのなんていうんですか、ドラムのサンプル、特にパーカッションとかのサンプルに使ったりとかしてますね。うん、なるほど。なんかとあれを撮ったりちゃんとできて言うのあ、映ってますね。これ可愛いですね。可愛いですよね。あのポチポチっと下にあるのは何のボタンなんですか？ポチポチっとした あ、うん、あれはね、シーケンスになったりとか鍵盤になったりとかするボタンなんです。そっかそっか。はい。可愛らしい。あとやっぱパッチングもできるんで、ちょっとこう自由度の高いところが気に入ってますね。うん、あとやっぱ見た目可愛いですね。めっちゃ可愛いですよね。そのもう一つの方もこんくらいの大きさなんですかね。あ、はい、もう全く同じ大きさで確か。で、なんか同じような感じなんですけど、作れるのがっていうかドラムベースメインのもので、うん、まあどちらかというとこいつの方はメロディーとか、うん、そっちを作るリードとか作るのが得意なんですけど、そっちの方はもう結構ドラムベースっていう結構がっつりした音が出るので、うーん、私やっぱり打楽器系がなんか好きなのか、ね、すごくなんかちゃんとすごいリズムがもう本当にすごいしっかりしますよね。 ありがとうございます。いやいや、もう私なんかが言ってもあれですけどうん、本当なんかこうなんて言うんでしょうね、アバンギャルドっていうんですかね、なんて言います褒めるとき、なんかすごいおしゃれってもう軽いね、言葉が浮かばない。うん、なんやろ、なんかすごく深い。ありがとうございます。ディープな音で嬉しいです、はい、なんかいいっすよね。うん、なんかこんな可憐な人から
もう出てきてる音やとはちょっと思えないというか素晴らしかったです。ありがとうございます。なんかこう時間がね経つの早いんですけれども、あ、はい、あの今後のその活動目標みたいなのとかってあったりしますかね。そうですね、まあ、やっぱりこうライブを先ほど言ったようにいろんな場所でやってみたいなっていうのが一つと、あと、まあ、今リリースが決まってるのもあるので、それをまあリリースして、うん、まあ、リリースを結構増やしたいなっていうのありますね。今はどんな頻度で。今はもう本当に決まったらその都度みたいな感じなので、まあ、決まって何ヶ月に1回やるみたいなのではないんですけど、まあ、その都度やってて、あとまあ自分の中にちょっと納得いく作品が何個か集まったアルバム出したりとか、うん、EP にまとめたり、あとその一昨年バイナルでもリリースをしたので、うん、またそういうプロダクトにして、まあ、バイナルじゃなくてもまた別の、あの媒体とかでも出せたらいいのかなと思ってるので、うん、なんかこう自分にしかできないような作品を作っていきたいですね、うん、すごい楽しみにしてます、はい、なんかあとコラボとかもね結構いろんな人とやったりするのもなんか見てみたいなって思ったりするんですけど、そうですね、面白そうですね、うん、なんか特にバンドさんとかちょっとやってみたいですね。意外、うん、そうなんだ。もともとすごいバンドが好きで、うん、自分ももともとバンドがやりたくて音楽やっててそうなんだ大丈夫、かわいそうな話結局一緒にやる人がいなくて一人なんですみたいなんじゃない。もうでもほぼその感じですねDTM やって曲作れたらなんか人集まるんちゃうかなって思っとったら結局こっちの方が一人でやった方が楽しいんちゃうかなってきてそっか結局こう方向転換みたいな感じで今の形があるのででもバンドなんかめんどくさそうな気がしますよあの喧嘩になったりとか、まあね、もうそれは俺はやりたくないとか、うん、私はそんなん嫌やとか、うん、で結局なんか、ね、うん、やりたくない曲もやらなきゃいけない時もあるかもしれないし、ね、いやもうそんなマイナス面ばっかりじゃないしないけども多分いいこともいっぱいありますけどね。恋人選びみたいな感じって言いますもんね、ほんまに、うん、でも、うん、バンドじゃなくてよかったんじゃないかなって思ったりしますそうです、うん、まあ一人やと結構そうやっていろんな方とコラボもしやすいっていうのもありますし、うん、まあポン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 いろんなところに行けるっていうメリットもあるので、ね、うん、まあ、あのしばらくは一人でなんか頑張ってみようかなっていう応援しております、はい、なんかあの近々ライブとかあったりしますか、うん、そうですね、あの2月15日は大阪のロックスターホテルでライブが決まっててそれが一つ決まってますそっか大阪か、たまには大阪も行こっかな。ぜひ道尾さん京都の方ご自身ですもんね。そう京都はなんか結構行くんすよ、うん、あのもうなんか断るごとに断るごとにあかんもう疲れた京都行こうみたいな。ああ、まあ、実家もあるしね。うん、なんか落ち着きますよねやっぱり実家。行きたいあのご飯屋さんとか、うん、なんか神社とかが結構あるから。あ、そうなんですね。行っちゃうんですよね、うん、じゃあ今度京都でもぜひ、ね、あでも大阪行きま す, 本当ですか。大阪にも案内してほしいです。本当ですか。ゆりちゃんのお気に入りのお店とか連れてってもらいたい、ね、ぜひぜひありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にねちょっとあっという間に時間経ったんですけれども。早いですね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆり浦野さんでした。ありがとうございました。それではですね、来月なんですけれども、あれ来月はちょっと多分2月25日、もしかしたら日程変わるかもしれないんですけれども ATTN さんがゲストです。めっちゃかっこいいんで、ぜひまた見てください。お願いします。さよなら。